おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画は新マップのソロジョータローだよ。新マップでのジョータローは、高い近接戦闘能力とガードを持っているという点で、密集した建物での遭遇戦に強い。ただし移動能力は並なので、障害物が多いこのマップではキラの爆弾や露伴先生の罠といった、ガードのできない待ち伏せには注意する必要がある。後ろからポルナレフが来ているけど、まだ全然ダービーの資格を回収できていないので今は距離を取ろう。ジョースケも走っているけど南のダービーの資格には気づいていないようだな。おらおらおら、さてこれでレベル4。一応時止めができるようにはなったけど、やはりレベルマックスにして停止時間を伸ばしたい。しかしもうこれ以上ダービーの資格を回収するのは難しそうなので、今はシールドを集めてプレイヤー戦に備えるかな。いいもん拾ったぞ。さあこれでシールドマックス、そして正面に誰かいるな。俺は誰だろうと容赦しねえ。あれはプレイヤーのジョルノだな。終盤手出しできないところに登られて、レクイエムを使われたらどうしようもないキャラ。ここは狙っていこう。逃がすわけにはいかんな。まずい、最悪だ。てめえがかかってこなくてもやるぜ。どうする？おらおらやるしかない。よしこれでレベルマックス。あのブワッテギオン、さっきから近くにいるのは露伴先生だな。この地形だと遠隔操作で狙っているかもわかりにくいな。ヘブンズドア！うわ、意外と射程距離あるな。しかし隠れているであろう場所はダメージエリアに飲まれるぞ。おい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 、ぶちかます。何？オラオラオラ！貴様！もうちょっと踏み込んでいたらヘブンズロックを食らっていたな。危ない危ない。露伴先生に近づけても気を抜いてはいけない。オラ！結構殴ったけどまだ倒れないか。しかし今のももう少し踏み込んでいたら罠を食らって逆転されていた。深追いは禁物だ。とりあえず今はシールドも削られてしまったので、露伴先生の進行先のアイテムを横取りしながら回復をしていこう。いつ遠隔操作で攻撃してくるかわからないので、足音の変化には要注意だ。グッ。さてシールドは最大まで補充できた。露伴先生の追撃は難しかったので回復を優先したけど、もうそんなに体力は残っていないだろう。おっと下から誰か向かってくるぞ。ここは登ってきたところを叩こう。キラクイーン。キラヨシカゲか。おらー、バカな。ヨシキ修正功。ああいう狭い場所でも、照準の中心さえ通っていれば向こう側に攻撃が届く。さらに隣にも誰か来たな。行くぜ。おらー。何？おらおらおらー。ちょっと遅かったな。屋上から先回りして階段を塞いでおくべきだった。またもや露伴先生だったのでこれ以上の追撃は難しい。ここは潔く距離を取るとしよう。さて目の前ではジョースケとポルナレフがやり合っているな。ジョースケの背後を取れているけど、ここはアルティメットが怖いポルナレフの方が先に沈んでほしい。おい、ジョースケ。とは言ってもジョースケはジョータロウに先に沈んでもらいたいだろうしな。ジョウスケを無視してポルナレフを狙いに行くのは無理か。シルバーチャリオット。向こうには露伴先生もいるし、だいぶ混戦になってきたな。この地形ならジョウスケがプッツンしてもブロッキングでなんとかできるし、やはりポルナレフを狙っていきたい。させるよ。くそ。さすがにこの動きは良くなかった。横からジョウスケの攻撃を食らってしまった。もっと慎重に攻めないと。ポルナレフがエリア際にいるけどここで叩きに行くのも良くない。追い詰めすぎると一撃必殺のアルティメットを使われてしまう可能性がある。ここはサイド様子見に回って、乱戦の中で不意をつけるチャンスを伺おう。エリアが狭くなるほど乱戦になりやすくなるし、そういう場面ほどガード持ちのジョータローは有利にことが運べる。お、東にいた露伴先生が動いたな。東方ジョースケ。そこを動くんじゃないぞ。何してんだよ、おめえ。うわ、よし、シルバーチャリオット。封じさせてもらう。いきなりなんだ。全員ぶちのめす。スタークラッシュザ・ワールド。このままぶち壊させてもらうぞ。一目損なってアルティメットを食らうのが怖いから時止め使っちゃったけど、ちょいと危険だなこれは。しかし他に時止めを持っているキャラはいないはず。さあどこに隠れている。やっつけてやるぜ。最後は露伴先生だな。ヘブンズロックを持っていた時のことを考えて、ブロッキングは使わず戦おう。いざ。おら、柵のせいでうまく着地が取れなかったか。おら、俺が
さばく。やってみろ。ぶちかます。なんだって。やれやれだぞ。露伴先生との近距離戦闘は、罠とアルティメットの強化があるので本当に気が抜けない。罠を踏んでしまえばスタン中に追撃を食らって終わるし、ヘブンズロックを食らってしまえばガードも反撃もできずにやられてしまう。ヘブンズロックはガードすることもできないので、射程の短い近距離タイプで戦うときは、交戦距離に細心の注意を払う必要がある。それでは次の対戦行ってみよう。さて、今回はダービーの資格が多いスタート地点を確保できた。他のプレイヤーが来る前にガンガン回収していこう。オラ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 残り15体のダービーの資格を8人で分けなきゃいけないわけだから、どう考えても数が足りない。お、あんなところでダービーの資格が泳いでいるぞ。あそこはアイテムもないし、川から上がる時に狙われると危険だから、レベルマックスな現状取りに行く必要はないな。音を聞きつけて他のプレイヤーが回収しに来る様子もなさそうだ。おっと、あんなところにもダービーの資格が。しかし当然近くにも誰かいるな。ディオ、ジョー太郎、かかってきな。無駄無駄。てめえ。他にもまだ気配があるな。ディオ様だけに集中していては危ない。ヘブンズドア。危ねえぜ。うねえ。なんだと。無駄無駄無駄。露伴先生がディオ様に殴られてかなりのダメージ。しかし突っ込むのは早い。さらにもう一つ気配が増えた。ここは一旦距離を取った方が良さそうだな。ぶっ殺してやる。お呼びじゃあないぜ。レベルマックスでシールドも取れている現状、ここで消耗する意味はないな。ホルホースに狙われないよう注意しながらエリアの縮小を待とう。目の前に大シールドがあるけど、一旦取らずに様子見。外から誰か見つけて不用心に踏み込んでくるかもしれないし、来ないなら来ないで安全地帯内でエリアの縮小を待つことができる。さて結局誰も来ないまま終盤に突入。7人いたプレイヤーも外で潰し合って残り3人まで減ったな。そろそろ外の様子を確認して、どう戦うか考えるか。ディオ、何？うむ、外したか。てめえ。オラ！ディオ、オラ！さよならだ。残りのキャラは2人ともディオ様。キャラ性能的にジョー太郎が有利だけど、1人に高台に逃げられてもう1人と削り合いになったら面倒なことになる。ここは有利ポジションを抑えようとしている方を引きずり下ろして、もう1人とぶつからざるを得ない状況にしよう。やっつけてやるぞ。無駄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 。さあどうした。ブロッキング持ちのジョー太郎に対してディオ様はポジションを維持することはできない。無駄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 。無駄無駄。逃がすわけにはいかんな。無駄無駄。もう逃げられねえぜ。このディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。無駄やろう。無駄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 。かったるいことは嫌いなたちなんだ。ぶちかます。無駄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 。さよならだ。抜けが。うら。何かかってきな。ワールド。俺が時を止めた。死ねえ。てめえは俺を怒らせた。最後結構危険だったけど、下のディオ様の精神力が回復する前に飛び降りて時止め返しで勝利。安全に行くなら時止めしながら飛び降りれば、時止め返されても秒数の関係でジョー太郎が有利。
それにしてもこのマップは建物の間が狭いので、高台に登ったキャラも積極的に狙いに行けて城太郎にとっては嬉しいマップだね。位置取り次第で森王朝よりも幅広く戦えそうだ。それではご視聴ありがとうございました。